続いては今日の特集、東京 IT ニュースです。コメンテーターはアスキー総合研究所の遠藤聡さんです。遠藤です、よろしくお願いします。今日はね、健康と IT がテーマということで、やはりね、夏に向かってスタミナをつけたりとか、はいはい、ダイエットとかで運動されている方も多いと思うんですけども、八田さんは何か取り組まれてますかね、うん、夏に向けてというか、健康について気をつけているのは、私ちょっと野菜が、生野菜が苦手ということがあって、その分、サプリメントやなんかで補うようにはしています。なるほど、はい、ということでですね、まずは健康について日頃どんなことに気を使っているか、アスキー総研の調査結果がありますのでご覧ください。はい、はい、健康のために気を使っていることランキング、第5位、定期的にサプリメントを取る 18.1%。 第4位、睡眠時間を長めに取る 21.2%。 第3位、週1回以上行う運動がある 26.1%。第2位、お酒は適量もしくは飲まない 27.9%。 そして第1位はタバコを吸わない 47.0%。 以上、健康のために気を使っていることランキングでした。ということでですね、こういう結果になったんですけど、ビデオの中ではね、パーセンテージも言ってたんですけど、これ聞き方によって変わるんで、あくまで目安ということなんですけれども、1万人に聞いたところですね、大体 35% の方が何らかの何かをしていると、健康に気を使っていると答えているんですけどね。なるほど、1、2番はどちらかというとこう、消極的というか、そのやらないことをやっているという感じですよね。で、4番目もどちらかというと、そんな感じなんですけれども、5番目に意外やね、サプリメントということで、入ってるんですけれども、で、3位にやっぱり入っているのが、運動ということなんですね。はい、私もジムに行ったりはするんですけど、ハマるときは結構週に2、3回行くんですが、飽きてしまうとなかなか続かないというか。そうなんですよね、やっぱりこういう健康とかね、運動を続けるってことになると、やっぱりモチベーションとか大切じゃないですか。そうですね、そういったことのためにですね、IT を使って楽しくやりましょうという製品やサービスが出てきています。はい、ウォーキング、ジョギング、ダイエット、予防的な健康管理には継続的に体の状態を知ることです。今、日頃の健康管理に役立つネットサービスや連携する機器が登場しています。健康維持にはやはり継続的に体重計などに乗って記録をつけることが大事ですよね。こちらの体組成計、一見普通のように見えますが、乗るだけでスマートフォンやパソコンを経由してネット上へ自動的に記録をつけてくれるんです。使い方は至って簡単。まず通常通り計測します。するとペアリング設定したスマートフォンやパソコンへ計測記録が無線で転送され、インターネットへ送信されます。計測データの送られる先は、健康に関するコミュニティサイト GOO 体ログ。計測結果がグラフで表示され、変化を読み取ることができます。その他、日々の取り組みを書き込んだり、健康のヒントやアドバイスを受けたり、利用者間のコミュニケーションなどができます。今まで体ログの方では約50万人の方がご利用いただいておりまして、毎日の日々の食事や体重計、血圧計など皆さん手入力でパソコンや携帯の方から打っていただきました。今回の新しい体組成計に対応することによって、もう乗っていただくだけで自動的にそちらがクラウドに上がりますので、何もメモすることも必要ございませんし、簡単に、そして継続してご利用いただくためには便利なサービスになると思います。同じように通信できる血圧計、計測時にメールを送るように設定すれば、高齢者の見守りにも役立ちます。技術的な注目ポイントはコンティニュアという通信規格、健康機器や医療機器をやり取りできるようにする新しい統一規格です。
今後多くのメーカーの製品やサービスの登場が見込まれています。そしてこちらにあるのが、そうですね、これが、まあ、ビデオの中でも出てきた体重計ということなんですけれども、これ実は、ね、体組成計というふうに言ってましたけれども、体脂肪とか筋肉量、はい、水分なんかの割合も測れるということで、はい、これに乗るだけでですね、スマホやパソコンにデータが送れると、でさらにクラウドにネットに送れるということですね、この Bluetooth というのが、まあ、そのスマホとかパソコンに送る通信規格ですけれども、はい、それともうちょっとこうデータの景色ですかね、サービスの仕組みがですね、ここに書いてあるコンティニュアという共通規格なんですけれどね、まあ、これにこれを使ってですね、はい、まあ実際に測るということからですね、ネット上で見たりということができるんですけれども、そうなんですね。で、まあ、そこは、まあ、まあ見える化と言ったりしますけども、まあ、IT を使うことで、まあ、やる気が出るということなんですけど、やっぱ情報を見て、まあ、レコーディングダイエットって言葉もありましたけれども、それを見て分析する、まあ、最近ちょっとだれてるなとか、そういったことが、ね、継続につながるんですけれども、はい、もう僕もですね、実はですね、遠藤さん運動してるんですか？僕ね、実はこう見えてもこう見えても走っていてですね、はい、まあ、実はスマホにもこういうアプリがあってですね、これ実はランニング用のアプリなんですけど、例えば、まあ、これ先週の僕のデータなんですけども、こうやるとこう地図も見えたりしてね、これ小石川植物園の周りを走ったんですけれどもこれね、地図にね、自分の位置がこう記録されていくだけでも全然モチベーションにアップマップになるんですよね、確かに全然ですね、でね、最近ね IT の世界でゲーミフィケーションって言葉が流行ってるんですけども、ゲーミフィケーション、ゲーム的なことをゲーム以外のものに応用する、まあ、ウィーフィットみたいなものもそうなんですけれども、でもほらオンラインゲームって何人かで一緒にやるゲームってめちゃめちゃ燃えたりするじゃないですか、一生懸命、そうみたいですね、もう寝食を忘れてやるんですけれどもやっぱりそのゲームならではの良さ、決まったなんか目標を定めて気心の知れた仲間と協力し合ってやる、それとか決まったミッションを同じ時間にやる、それからオンラインゲームではまあそういう部分そんなに大きくないんですけど、やっぱりこうあるミッションクリアしたらこうバッジがもらえるとかですね、まあ、意外やでもね、そういったなんか決まったことをやるとかバッジがもらえるとかって意外にこう古い文化っぽい感じもするじゃないですか、やっぱりこう人間何かこう、目標があると頑張れますから、実はそういったことが重要だということだと思うんですけれども、こういったこう健康関係とかもですね、まあ、これからこういうゲーミフィケーション的な仕組み、入ってくると思うんですね、面白そうですね、やっぱ一斉にね走っちゃうとかですね、やっぱ中まで走るとか、運動するとこう、RPG の主人公のレベルが上がるとかがあるとちょっと、全然ありそうですよね、はい、嬉しいですよね、ということでこの世界、まあ、今日はね、いくつかの製品をご紹介したんですけれども、まあ、ぜひ健康に気を使っている方はそういう製品もご覧になってみてください。角田さんは何か運動されてますか？1週間に1回学生時代にやってた合気道をね、去年40年ぶりに復活させたんです。砂田さんらしいですね。いやいやいや、まあね、これ合気道なかなかデジタルで計測できませんが、砂田さんよく歩いてもいらっしゃいますよね。これはね、携帯の歩数計、あれを見ながらね、6月の赤坂のお祭りの時はね、3万8000歩歩きました。1日で、じゃあぜひ今度は IT で見える顔をしてみてください。はい、以上東京 IT ニュースでした。